はい、どうも、向井和也です。いや寒いですね。でもこんな景色があるとこでやっぱりデザート食べたいと思いませんか？で、それで用意するのはこれ、リンゴです。今日は焼きリンゴを作りたいと思います。作り方は簡単。まずここをくり抜きます。これ、ね、包丁とかスプーンでも大丈夫なので気をつけてみましょう。はい、砂糖を入れます。そしてシナモンシュガー、シナモンシュガーをこの上から入れていきたいと思います。香り付けの意味も込めて、くるんで、こんな感じです。あとはもうこのまま焼くだけですね。で、最後にここにワインを入れて焼いていきたいと思います。はい、じゃあこの今包んだリンゴを焼いていきたいと思います。火加減は最初中火から弱火に落としていけたらいいかなと思います。大体あちぇですね。これで焼いていきたいと思います。はい、20分経ちました。これですね、ちょっと開けてみたいと思います。じゃーん。おー、柔らかいですね。柔らかいですね、結構。あ、もう柔らかい。はい、じゃあ以上、焼きリンゴでした。食べてください。せめて食べてください。いや、シナモンの香りがしますね。いただきます。あー、おいしい、おいしいです。棒読みやないか。まあ皆さんもこうやってね、すぐ簡単に作れるので食べていい。じゃあどうでしょうか。じゃあまたね。バイバイ。